どうも、千田です。はい、ということで本日はですね、ちょっと喋ります。まあなんか前回のさ、ピザを食べながら喋る動画が思いのほか結構皆さんに受け取っていただけたので、今回はピザではなくキノコの里とタケノコの里を食べながら喋っているです。ね、キノコの里の方が好き、タケノコの方が好きみたいな論争ってあるんですけど、個人的にはやっぱで、まあ今回ね、何を話していくのかっていうところなんですけど、あれよ、ライブ、BE:FIRST アリーナツアー2023、2024メインストリームが開催決定したっていう話ですよ。おめでとうございます。まあまあまあ、僕がこうね、BE:FIRST に見せられてからの初のツアーっていうところもあるのでね、まあこんだけ騒いでるっていうところもあるんですけど、なんか BE:FIRST としては初となる、9都市22公演を回る全国アリーナツアー、ということらしいですね。で、会場が、まあ、東京はね、まあ、代々木競技場とかありまして、僕の、住んでいる愛知県は、2024年なんだね。もう2月の、ところに、愛知県、国際展示場で、まあ、新しくできた、スカイエキスポっていうとかな、まあ、そこのところでやりますよ。で、17、18、それぞれ土日でやりますよ、みたいな感じらしいです。でね、これをね、見たときにね、僕は思ったわけですよ。行きたいって。だってほらさ、行きたいでしょ。BE:FIRST なんでも今、めちゃめちゃ興味あるし、好きなんだし。だから、ちょっと今日は、ニューヨークのね、子供、食べるんだけど、うん、ベスティーになります。まあというのもさ、このね、特設サイトにもあるんですけど、このチケットっていうのはこのね、どこも一緒だと思うんですけど、この会員とかファンクラブに入ってる人たちは先行で受けれますよっていうところになってて、で、今のそのファンクラブの規模感をちょっと僕特にね、調べてないんでわかんないんですけど、あのアリーナ規模でこの SS から A のこのね、舞台の作りを見るとちょっと入らんときついんじゃないかなというか、まあ普通にツアーに行きたいから見てみたいからっていうのはあるんですけど、やっぱね、一般で入るって結構至難の業なんじゃないかなというか、うん、今のこの盛り上がり方でベスティの皆さんも結構ね、熱量高いところだと思うので、ちょっとこれは、うん、若干のノリもあるんですけど、一旦、まあ、ベスティ会員になっとこうかな、みたいな感じで今思ってます。で、まあ、なんか今、チラッとこのね、ファンクラブのところを見てるんですけど、まあ、なんか、年間で払わなくても、月額で入れるみたいなノリなのかな。まあ、だから、ちょっと、ライトに一旦入ってみようかなとは思います。で、別、さ、こういうことやってるから、ファンクラブずっと入り続けなきゃいけないとかも、特にないかなというか、自分が入りたい時に入って、まぁ、ちょっと、みたいな風に思ったら、まぁ別のタイミングでね、まぁ終わればいいかなとは思うんで、まぁ一旦ちょっと入って、こういう世界なんだ、その他のファンクラブってみたいなところをちょっと僕は味わえたらなと思いますし、まあ単純にツアーの選考にね、申し込みしたいっていう意味で、ベスティになってみようかなと思います。はい、まぁなんで、今日はどういうタイトル付けしてるかわかんないですけど、ベスティになるよっていうことと、キノコの里食べるよっていう、そんな動画です。さあ、ということで、それでは、ベスティになっていきましょう。BMSG のオフィシャルファンクラブアプリ、BMSG アップが2021、11月よりオープンしましたと。あー、なるほどね。まあ、要は、このアプリでやるっていうことなんですね。その、サイトではなく、まあ、すごく、なんか、使いやすいだろうね。普通に、ジャニーズとかだと、ジャニーズウェブにログインしてみたいな感じだったりするから、まあ、これがアプリ化してるっていうことですね。すごくいいと思います。新しい。で、BE:FIRST コース、ベスティでは、BE:FIRST の公式ファンクラブですと、BE:FIRST の活動を応援したい、メンバーの裏側やオープンの場であまり見られない彼らの姿を見たい、ベスティ同士ので、繋がりたいという方は、どなたでもご入会いただけます。ちょっとこのアプリ内でそういう交流的なものもできるのかな。で、アプリ内メニューで言うと、アーティストのオフショットやメッセージが投稿されるブログ、You are my bestie のフルバージョンが見られる、ムービー、楽曲リリースや、ライブのスケジュールが確認できるスケジュール、オンライン会員証が表示される、メンバーカード。で、これまで実際に足を運んだライブの履歴が確認できる、ヒストリー。あ、なんかチケット管理みたいなのもある。
ていうことですね。で、優先予約、誕生日のお祝い動画配信、ファンクラブ限定グッズの販売、ファンクラブ限定イベントの参加機などのサービスもございますと。で、月額は500円からいいですよってことで、コンビニ決算は、年額6000円のお支払いとなり、途中解約はできますので、ご注意ください。コンビニ決算は、ね、毎年更新手続きが必要です。なんで、これを見るに、まあ、月額だったらいつ入っていつ抜けてもいいよっていうことなんで、結構、まあ、気楽っちゃ気楽っすよね、こっちとしても。で、入会方法は、こちらから会員登録と決済手続きをお願いします。その後、アプリをダウンロードして、超で入会完了ってことか。だから、一回アプリを買わないといけないってことね。じゃあ、丸一から進めていきますか。ちょっともう、ここはテンポよくいきましょう。おっOK、 めちゃめちゃ、映せないのかな、これわかんないけど、出して怒られたら怒られた時だと思うんですけど、こんな感じでベスティになりました。まあこれで撮影日的には今日8月の20日に撮ってるのって21日からのこのライブの優先申し込みみたいな先行申し込みっていうところには受けられるということで、あとはその日を待つのみっていう感じですね。まあとはいえね、今回のこのベスティに入ったのもとりあえずこのアリツアーのねやつに申し込みたいっていうところであるんで、まあ本当にライトに入ったまでなので、まあなんかそこまでちょっとねこうもうねベスティみたいな感じに思わずというか、なんかまあまあまあフラットに楽しくやってるよっていう感じに思ってもらえたらなと思うんで、そこだけははい、すいません、お願いします。でね、最後にね、このチケット料金の話もしたいなと思うんですけど、なんかまあ僕がこう無知があるがゆえに知らなかったっていうところなんですけど、こんな結構なんだろう、開きのあるチケット価格提示なんですね、 BE:FIRST はっていうところの話です。はい、まあなんか A 席が8900円で、一番上の SS が1万8000円ということで、まあどんな席になってるのっていうと、まあこんな感じですね。まあこのステージから見て両端のところが A 席、センステからこうね、一番対岸のステージのところを囲むように SS があって、S の、着席席かのところがあって、その一番この外周のところが SS っていう感じになってるよっていうことで、すごいこう僕はジャニオタなのでっていうとなんかあれですけど、なんかジャニオタ的に言うとすごい新しいなっていうか、このステージの構成っていうのがもう先出ししてるっていうところがまずびっくりなのと、まあこのチケット価格とこの座席のこうね切り分けっていうところがこんな明確になってるんだっていうのがすごく僕的にはああそうなんだっていう感じでありましたね。で、まあこの S 席の着席のところは、小さなお子様やご年配のお客様などライブを着席のままご覧になりたいという皆様のためにご用意させていただくお席になりますっていうのと、この A 席のステージサイドや後方のお席、またはメンバーやステージの演出が一部見えづらい可能性があるお席となります。で、クレーム受付編でっていうのが A 席ということで、まあなんかこう思うとね、なんかすごい、割り切ってるなっていう感じもあるし、逆にこうジャニーズのライブが今一番高いのでも多分9000円ぐらいなので、ジャニーズがいかに良心的にやってんだなっていうところがすごい思いますね。まあだし逆にこうスタートアップ系のね、まあ BE:FIRST はもちろんのこと、まあ他のライブとかもそうだと思うんだけど、本来が多分この価格が適正というか、ジャニーズがそのね安すぎるというか、まあ先代のこのジャニーさんのねこう子供とかでも来やすい価格帯でみたいなところの思いにねこう応えて、今も本当1万円以下8000円ぐらいのところでやってるみたいなところがあるから、本当にやっぱあれがいかにすごいのかっていうのと同時に、これが本当の適正価格で、やっぱスカイハイさんもやっぱチケット価格のことはね前のテレ東のねやつでも言ってたけど、やっぱこういう風に区分分けされてるのがまあ本来あるべき形ではあると思うので、なんかすごい新しいし、まあやっぱそうだよねっていうちょっとこう世の中の厳しさ的なところもちょっと思ったところは正直あります。まあだから今回申し込むってなるとどういう形があるんですかね。なんだろう、一つの会員券のやつ、そのベスティの一アカウントで一席のところしか申し込みできないみたいな感じなのかな。なんかあるじゃん、第一希望が例えば SS で、第二希望が S で、第三希望が S の着席ですみたいな
感じというか、逆にその A 席でもいいからとりあえず見たいわっていう方は A 席だけでも出せるのかな。なんかここってまあね、皆さんのこう例えば年齢とかさ、そういうところのところとか、あとまあね、とにかく全ステージしたいから、まあとりあえず A でいっぱい回りたいっていうね、そういうお財布事情的なところもあって選ばれるのか、これってどういう感じに申し込むのかちょっとわかんないんで、また明日かちょっとやってみて僕は考えたいなとは思います。まあ行けるならどこでもいいから全然 A でもね嬉しいなっていう感じはあるし、逆にまあライブに行くならまあね、着席はこうあってもやりたいのもあるけど、全然着席でこうおとなしく見るっていうのでも全然ね楽しめると思うから、まあ逆に SS とかになると倍率高いから取れないみたいな話も出てくるのかな。ちょっとここは戦略かなと思ったりもします。ということで、そんな感じで今日はまあベスティのファンクラブに入りましたよっていうことと、まあありなツアー申し込むぜっていうところを、まあ、シェアした感じにはなりますが、まあ行けたら嬉しいなぐらいですね。本当にちょっとね、言い方あれかもしれないけど記念受験みたいなところはあるので、まあ今ね僕の中ですごいあの熱い BE:FIRST 次のシングルのメインストリームをめちゃくちゃ楽しみだ、アリーナツアー発表です、そりゃ申し込みでしょっていう感じなので、はい、ちょっとね寛容に見ていただけると嬉しいなとは思います。ということで、そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。